いどうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。大魔王オーマーデイジャットです。ワークアルカルマカッコハヌキ級に挑戦していきたいと思っていうことで、今回使うリーダーはちょっと今回、ガチャで設定が手に入ることができなかったので、その代わり、この心は手に入れたんで、まあまあよしとしてスペシャルだけは手に入ったんだけど、あと他は手に入ることはできなかったということなので、ちょっと無茶ぶりなんじゃが、ゴーキエをリーダーにして、やっていきたいと思う。ゴーキエの、リーダー特性はブリダンディ HP180、 アタック260、変異耐性が100っていうことなんで、変異耐性が、適用されておりますで、ちょっとデメリットといえば毒が対応できないので、毒は完全無視で、あとは、あともう一個デメリットといえば、ブリダンディにしか、リーダー特性がな、反映されないっていうことなんで、他のキャラクターを入れることができないっていうのが、まあ入れてもいいんじゃが、使い物になんないんじゃな。変異食らって、変なぷよぷよみたいなキャラクターに変異されてしまって、使えなくなってしまうんじゃ。なので、デッキは、ブリダンディオンリーとなって、で、貴族性が4枚で、闇属性が1、2、3、4、まあ一応こうやって心は闇と貴族性なんで両方なんだ。で、光属性が、ソードドラゴンと、ウェッシュスト。こやつらはな、完全にギミックが、シールドとフリーズを持ったキャラクターなので入れてある感じだ。で、この天属性のオブラーダマンテも、光属性と天属性でシールドとフリーズベーカーでウという言葉が使えるので最悪。ちょっとどうしてもブリダンディか、ブリダンディのキャラで全部揃えるっていうことになると足りない、ギミックがな出てきてしまうので、本当は貴属性と闇属性で揃いたいんじゃが、あえて他の属性も入れて戦う感じになってる。ということで、あとこの名属性のなトドロフローラーも、シールドブレーカーと地雷ガード持ちなので最初ということでやってみよう。はい、よし、これなら行けそうだ。まず最初にフリーズとシールド、なのでフリーズを破壊しに、そうすると相当にして相当、で相当相当手を捨てちゃおう、手を捨てちゃおう、相当でフリーズ破壊できて、相当で貴族性が解放、これで OK。 今だ、一気に行け、言葉の可能性、行くな、決するぞ。毒は4万食らってしまうので、確実に回復はしてかないとやられてしまいます。なので回復をこまめにやってみたい。魅力はこっちに行って、闇の方にしてこう、こうしよう、こう、もう一枚闇がついてない。これかな。ほうほうほうで。あ、ほうほうがつく。これはやつ。ほうほうほう。よし、これです。ほうほうほうで。
都会でプープいいことって最初のタイムだな。3回いるかな、最初まず最初1回目2回目で1人で1人で悪言を払う光の歌を。よし、ザコの倒した。4万フラーが半分残っているので大丈夫で、鳥の言葉を作んなきゃいけないので、鳥は確かこうとこうとそう、これが全部鳥の言葉になってる。なんで、う置いて、で、相手の弱点が貴族性なんで木を入れちゃいましょう。で、真ん中ここそそっと入れて、そうこうこうそうこうそう、これが一番いいかな。ここが鳥、よし、オッケー、塔も鳥、で、塔も鳥じゃない。なので、ここはもう大丈夫。高校の火が助けたまえ、この槍で逃がす。この剣の輝きが一族の誇り、聞いてる。よし、そしたら「う」を置いて、うん「東方」「う」を置いて、よし、これでいこう。「東と東方」そうそう、これが決まるよ。ユニコンボ、女王の名によって命じる。すべてを切る、すべてを切る。私が力となりましょう。悪言を払う光の歌を。よしよしよし、変弱点の時は闇属性を打てばこれじゃん、弱点になったもんね。はい、ということで、なんとかあの冒険とか持ってればクリアできる感じだな。わしはこれでなんとか危機を乗り越えた感じだ。なので、あともう一体、もしかしたらなんじゃが、これじゃな。あ、どうした？フリーズを外して、ここら辺は使えるか？これ違うな。これか。こやつ、こやつも一応ブリダンディなので、これキットをリーダーにしてやるのもできないことはないかもしれん。なので、まあ、ちょっと今度時間あったらこやつをリーダーにしたらどうなるのか動画に出してみたいと思うのでな。なので、今回はこのデッキで倒すことができました。ということで、今回はここまで。大魔王、オーマーデイズがお送りしました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。バイビー。